3月31日木曜日の全国の天気をお伝えします。前線を本州付近を通過する影響により各地で雨が降る予想です。日本海側は朝から雨が降り、通勤通学の時間帯は本降りの雨となる恐れがあります。外出の際は折りたたみ傘ではなくしっかりとした傘をお持ちください。そして前線がだんだんと南下し始め、太平洋側は朝から雲が広がりますが、だんだんと雨が降る予想です。外出の際に雨が降っていなくても折りたたみ傘をお持ちください。前線の影響を受けない北海道は晴れの予想です。雨が降る心配はありません。そして沖縄は前線の影響で雨の降りやすい一日となります。一時的に強く降る恐れがあるので空模様の変化にご注意ください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご活用ください。